ミッシー、春香、ことで、マホ、私たちはチェゴでーす。はい、というわけで本日なんですが、はい、まあ、私たち YouTuber 兼ダンスボーカルユニットとして活動させていただいてますが、まあ、ゆくゆくはね、年を重ねてってそれぞれの道に進む場合もあるじゃないですか。結婚する人もいれば、目覚めちゃって宇宙飛行士になっちゃう人もいるかもしれないし。今からすごいね。このままね、おばあちゃんダンスユニットみたいな感じで新たにグループ作る人もいるかもしれないし、うん、まあ、本当にもう未来は分かんないんで、いろんな可能性あるんですが、その中でもね、プロデューサーとして進む道の人もいるんじゃないかって思うんですね。確かに。その時のためにね、うん、もう今からプロデュース能力をつけてしまおうということで、もう今回はプロデューサーになって衣装から何から全部作っちゃえ。うわー、それぞれもう準備をしてまいりました。はい、本当はね、最初なんで、まあ皆さんが誰もが知っているアーティストで、まあ次のカムバックを予想して、うん、曲から衣装やら何やら全部をちょっとコンセプトを考えていこうってなったんですが、まあちょっとあまりにもね、クオリティが低かったり、変な面白い感じになっちゃう可能性もあるので、うん、YouTube で撮影してると面白くしようっていうね、あれがあるもんね。まあね、エンタメとしてね、なっちゃうから、まあそうなった場合に、まだわかんないですよ。うん、まだわかんないですが、そうなった場合に、まあそれぞれのね、アーティストさんのファンが、なんか不快に思うかなーって思ってしまったんですね。うん、なので、もう既存のアーティストはやめました。はい。で、それぞれどのアーティストをプロデュースするかちょっと今発表したいんですが、はるかさんにはね、 K-POP 界の帝王とも言われる7人組男子グループ BCS をプロデュースしてるこれいいの逆にいいのか架空の人だからね、BCS さんは、うん、で、真帆さんにはですね、誰もが知っている9人組ガールズグループ、うん、で K-POP なんですけど、そのうちの3人が日本人だというグループでですね、うん、超超超可愛いグループ、うん、トゥマイスさんをトゥマイスさんね、トゥマイスさんのプロデューサーをちょっと今回やってもらいたいな、はい、そして私はですね、 YouTube 登録者数ナンバーワン、うん、あのジャスティン・ビーバーも差し押さえてナンバーワンになった世界的アーティスト4人のガールズグループ、ピンク・ブラックさんをプロデュースさせていただきたいと思います。それぞれコンセプトも考えて衣装も作ってきたのでね、楽しみにしていきたいと思います、うん、それではじゃあ早速発表していきましょう。はい、レッツチェック。それでは BCS さんの次期カムバックについて会議をしたいと思います。プロデューサーのはるかさん、お願いします。プロデューサーのはるかと申します。それでは次期カムバック BCS のテーマについて発表したいと思います。こちらのテーマは大人エレガントキラキラです。大人エレガントキラキラ、はい、ありがとうございます。で、今回ジェントルマン、スーツを意識した曲となっております。そのため曲名もスーツという曲です。で、今回は数年前に流行った R&B 調の曲です。おー、ちょっとなんかあれですかね、西方神起さんに似てるような感じになるんですよね。西方神起さんとは全く違ったものとなっておりまして、今回はあのビルボードを狙っておりますので、海外の人にも受けるような作品となっております。そして BCS さんはとても稼ぎがあるため、予算もたくさんあります。なのでシャツに一粒100万円以上のダイヤモンドやパールを身につけた高級衣装となっております。大丈夫ですか、結構全部着られてるんですね。はい、今回はね、シンさんが結構大人の年齢を言ってますので、メンバーのシンさん、うん、はい、モンスターラップ
さんはもうハット必須だと思いますね。あー似合いそう。ここまでで説明終わりなんですけども、質問等ございますか？ピンクバークの琴音さんお願いします。はい、確かに衣装、スーツ、でダイヤモンド、とても話題性になると思うし、各記者の方たちとかの注目を集めてさらなる向上につながると思うんですが、今は、4月で、もうこれから夏になるに向けてなんですが、だから頑張った時期とかはどういうふうにお考えですか？真夏ですね。真夏メンバー一人お呼びしておりますので、こちらの方に登場していただきたいと思います。それでは目を開けてください。せーの。すごっとあるところでしか手に入らない最高級のシルクの布、そして極上のパール、なんといっても目玉の一粒100万円もするダイヤをふんだんに散りばめられた素晴らしい衣装です。着るのに1時間以上かかった。全部で何粒あるんですか？10兆粒。そこそも、これで総額いくらになるんだ？あ、で、これでネクタイもつけてもいい。あ、つけるメンバーもいい。そう、次期カムバーするパフォーマンスお願いします。はい、サビの部分いきます。お願いします。お願いします。チャラチャラチャラチャズンチズンチカムバックの曲、まず
テーマを発表したいと思います。こちら、テーマ。シャボン玉。おぉ。今までのトゥマイスにはなかったでしょう。これから夏が来るということで、ふわふわな天使のようなシャボン玉のようなコンセプトにしております。うちのトゥマイスはね、結構もう大人になってきたので、はい、最近だとセクシーな曲だとかそういうのが多かったんですけども、結構ねキッズたちにも受けるような曲にしました。ちょっと前のあの時代のトゥマイスにも戻る。あ、結構戻りますね。きっと多分子供たちからすごく人気になるでしょう。さらにさらに新規のファンを獲得しようということですね。そうです。なるほどなるほど、うん。衣装の方は、とあるものを使ってサビを踊ろうと思っているんですね。普段のトゥマイス、前のトゥマイスにはそういうものがなかったので、うん、結構今回初挑戦ということなので、うん、マホプロデューサーも緊張はしているんですけど、うん、そのサビでとあるものを使っちゃうので、ちょっと衣装があまりちょっとお金かけれなかった。とあるものってシャボン玉ですか？僕内緒にしようと思ってたんだけど。失礼しました。シャボン玉。トゥマイス株式会社からは以上です。ありがとうございます。はい。何か質問はありますか？はい。はい、はるかどうぞ。シャボン玉を使う、はい、セットでもこう出すことはできるけど、その自分たちがこう。多分シャボン玉も使われると思うんですけど、セットから出すこともできます。あ、はいはい、ですが自分たちがこう吹くというメリット、歌わずに吹くというメリットを教えてください。シャボン玉を吹くかどうかはまだ言っていないので、次ダンスするのでそれまでのお楽しみなんですけども、あそこにじゃメリットが含まれてるんですね。そうです。見ればわかる。はい、見ればわかる。Okay. 見ればわかる。じゃあ早速パフォーマンスの方お願いしてもいいですか？ね。それでは目を開けてください。せーの。ん？え？サーブ？よく見たら可愛いわ。多い感じのやつなんですけど、今日は結構なんかタイトロング。マホプロデューサーが言うには、ふわふわ感を出したいって言って、この中はプレゼントが、スリットの、スリットつけて、で、私の結構好きなポイントが、このリボン。そう、リボンにこの、ハート、ハートでーす。これが、あれ、これ、サビに出てくる。それでは、早速、パフォーマンスお願いします。はい。お願いします。あ、ちょっと待って、確認していい？あ、全然。そうでしょ。トゥマイスさんの新曲、サビを、レギさんお願いします。はい。それでは、サビ前からいきます。バイジックセット。そろそろ、時期が来る。夏のサマーイエイ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 、シャボン玉飛んだ、私も飛びたいな、ポンポンわーボンボンあボンボン、あむあむ、絶対ダメ、ヘルシー、おいしい。みんなこうやってんじゃん。トゥマイスこっち。5、6、7、8。
かどうも。あ、めっちゃいいじゃん。やってみな。これ取り込むんですか。せーの。なんかあんま出てないね。社長やめ、社長やめなよ。そうだよ、他社なんだけど。怖っ、他社に対するライバル心高っ。 C さんと行きましょうか。お願いします。待ってください、それはアジですか。アサジアジにしましょう。せーのちょっと認めちゃってるじゃん普通に。ありがとうございます。ありがとうございました。なら、シリモトゥマイスでした。続きまして、次期カムバピンクブラックさんのプロデューサー琴音さん、よろしくお願いします。エフエフ次が、我々の所属のピンクブラックの次期カムバについて話したいと思います。プロデューサーの琴音です、よろしくお願いします。我々の所属の子たちはね、それぞれソロ活動もしておりまして、個々の力が強いということで、まあ、あのビッグパンいるじゃないですか、うん、我々の事務所 そのピンクブラックの先輩ビッグパン、でかいパンビッグパンの道筋をまあ辿ってるようなイメージで想像していただいたら分かるんですけど、それぞれのまあラップですとか歌ですとか強調していきたいと思います。ですが、まあサビはね、やっぱりダンスっていう部分でもうちらの子たち強い武器なんで、サビはダンスっていう風にやっていきたいと思います。で、まずですね、カムバ時期について、まあ1年以上カムバしてないわけですが、7月にカムバを予定しております。おー、めでたいめでたい。ありがとうございます。競合やん。そうですね。よろしくお願いしますね。お願いします。まあ一緒に K-POP 界を盛り上げましょうということで、はい、まあまあ欠かさずにね、やっていきたいなというふうに思っています。お願いします。まあこちらは世界を目指しているので全然やっていただいて、まあこちらとしても今は世界で結構注目を集めていまして、 YouTube でも一番の登録者数をもらっているので、うん、こちらふざけてるんです。あ、こっちフィルフォードに向けても頑張ってる。夏の曲になります、必然的に。あ、はい、あの子たちの先輩である2EN14 人組の今ねお姉様のね、はい、あの方たちの Fall in Love っていう曲があるんですよ。 Fall in Love for you、 まあ、まあ、これ以上は、まあ、そんな感じをテーマに沿って作ってきました。おお、はい、私個人的にね、はいはい、Fall in Love すごい好きなんですよ。私も好きなんですよ。わかります。同時ですね。同時ですね。ありがとうございます。何か質問等ありますか？じゃあ先に真帆さん。コンセプトや衣装についての今お話があんまり少なかったような気がしたので。今回ちょっとね、まあ、裏テーマとして愛っていうものをテーマにしておりまして、感染のあのあれの影響で、まあ、結構世界的にもピリピリしている中で愛を持っていきましょう。我々やっぱり世界第一線で動いている者たちが愛を伝えることによって、より多くいろんな人に愛を伝えられるんじゃないかということで、まあ裏テーマで実は愛っていうものを表現しておりまして、そこはあんまり表では言わないで、まあなんかサブリミナル効果みたいな感じで潜在意識の中に見ている人たちに届けることによって、内側からそれを染み込ませるっていう方法があるんですよ、うん、ちょっとね、サブリミナル効果で裏テーマで愛っていうものを伝えていきたいなと思います。はい、はい、それではじゃあパフォーマンスに移っていきたいと思います。はい、とうちのメンバーの人がいるので、うん、そちらにパフォーマンスをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。楽しみだな。目開けてください。せーの
すいません、後ろを回ってもらっていいですか。銀河のシートないじゃん。リーニング用のシート。これですか。縄跳びです。縄跳びつける。いる？それではパフォーマンス。はい。お願いします。お願いします。望みそうで、おー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 、あなたが好き、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 メラビゾミ、おー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 、耳鳴りスルルルルル、ピンクブラック、ドン、ドン、ドコドン、ドン、ドコドン、ドコドコドン、ドコドン、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 ドン、ドピンクブラックチキ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 ちょっと似てるような。あ、似てました。ちょっと似てるかな。確かに、確かに、私も思ったんだよね。同じ言葉が続いて、みみ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 なり、あの、みみみなりがスルル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 ル。私は、後ろ向いた時の後ろの髪の毛がすごい、ちょっと後ろ向いちゃう。なんか、ごめんごめん。もう一度ですか。ミュージックお願いします。やってくる。これは結構ね、すごいパフォーマンス。すごいですね。ハード落ちてますよ。My love is on me. Oh 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 oh. あなたが好き、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 き。My love is on me. Oh 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 oh. 耳鳴りがするるるるる。Pink black.やめてやめて